よ。一人でさ、名古屋に行って暇で暇で仕方ないからカマチョしようかなと思ってね。カマチョ見て、この2畳1畳2畳ぐらいしかない。隣の隣は多分ね AV で抜いてたわ。意外に漏れるのね、声意外に漏れるから、そんなにね大きい声出せないんですけど、絶対 AV で抜いとるわ。あの VR のさ、あるじゃん VR の AV が、うん、暇なのよ暇。いや、あんま大きい声出せないよ。普通に AV の音聞こえるからさ。いや、俺最近ね本当に性欲がちょっとなくなったというか、落ち着いた、うん、いや抜いてない抜いてない。もう今行かないよ風俗は。わかる？ちょっと小汚いけど、アイスクリーム食べて、アイスクリーム食べてウーロン茶とあのリアルゴールドとコーラ混ぜてる。そう、ま、普通の AV じゃもう抜けない俺ね。盗撮物が好きなのよ盗撮物がすごい好きなの。そうそうそう、で自分もね盗撮し抜いてるんですよ。いやいや、性癖すごくない？世の中さ、いくら、どんだけさ、どんだけの人がさ、盗撮で捕まってんだって話じゃないですか。いやいや、僕は自分の嫁さんしか盗撮してないから。っていう話をこの前、パチンコ屋さんのライブで、ね、盗撮してるんですよ、クルミンをって言って、でも盗撮の角度が悪いから、僕は自分の、なんだろう、ケツ、を見ながらまたオナニーしてるんですっていう話をしたら、ユダがおってさ、ユダが、ああユダがおってね、そのことをクルミンにチクってるやつがいるんですよ。もうそこでまた修羅場よね、うん、指先にティッシュついてる。ついてないよ、もうついてないよ。本当にね、ユダがおるんだわ世の中。僕の配信は僕のことだけをね、僕のことを好きな人が見てると思ったらね、そうやってすぐクルミンにチクるやつがいるんですよ。うん。まあ、1万円渡してね、すいませんでしたっつって、1万円渡してね、事なきを得ましたけど。うん。いや、ユダって例え好き。いや、マジでユダおるからな。ね。ムルドカ君がライブでこんな話をしてました、クルミンさん大丈夫ですかとか言って、チクってるやつがいるのよ、ツイッターの DM で、うん、盗撮した動画、いや消さないよ、なんで、もったいない、俺財産だよそれ。おいおいおい、なんで財産捨てるやつおるね。逆に言うならば、盗撮した動画は俺にとって財産なんですよ。いよいよ身体極まった時は、俺がパンパンケツで俺の腰振ってる姿を FC2 で売ります。うん、うん、いや俺マジで盗撮しまくってるよなんなら GoPro あるじゃん。 GoPro でさ、自分のこの Android の携帯にGoPro のアプリ入れてて、角度までちゃんと調整しようとしてたから、うん、ハゲが盗撮したら終わりだろ、ね、ジャムおじさんそれ言い過ぎだよ、言い過ぎだよ。うえー泣いちゃうぞ泣いた、あー泣かした、ムルオカ君を泣かしちゃった。謝ろね、悪いこと言ったと思ったら謝った方がいいよ。怒られるかも。すいません。大きい声は出せないね、今。隣の人がいるから。うん。うん、Cさんのモノマネ頼む？はい。本日は、キング観光若宮店、いい店だね。違う。いい店だね。は違ったわ。おはようございます。アローズスクリーンの Cさです。今日は、キング観光若宮店へ、実践に来ております。今日打つも、実践機種は、ハーデス。
にけくこんな感じ。おはようございます、野郎です。靴べらみたいな顔してるな。おいおいおい、マナーおい、よう言うたわ、よう言うたわ、靴べらみたいな顔してる。じゃあおめえの靴によ俺の顔差し込んでみろよ。いけるか、入るか、俺の顔お前の靴の中に入るか。入んねえんだわ、それ入んねえんだわ。じゃあ靴べらじゃねえ、 QED 証明完了。はい、室岡くんでした。そう、ニチャーじゃないんですよ、ニチャー。いや俺ね、宗教は一切ね信用してない。無双打ってまた発狂してほしい。ちょっと待って、迷惑かな、もしかしたら。迷惑、怖っ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 。なんかね、まあ俺刺されるかと思ったわ。コンコンとか言って、とか言って声が聞こえたから、俺マジで刺されるかと思ったわ、今。くるみんおったら、逆に怖いわ。明日ピンサロ、いや、マジで、生きてえけど、ね。今日もここ来るとき送ってもらったんですよ。送ってもらったんですけど、その間に風俗街を通ってったんですよ。そしたら、人妻専門店とか、ね。人妻専門店とかね。ね。人妻専門店とか、なんか人妻専門店とか、そういう、その、魅惑的な、もうその人妻専門とかいう名前を聞いただけで、股間に血液が集まって、俺もう貧血を起こしそうになるぐらい魅惑的な言葉が踊ってたんですね。だけど、やっぱコロナが怖いからさ。いや、あんまり大きい声出せないじゃないですか。そうそうそう。人妻、全部人妻。ああ、なんかいろいろあったんですけどね。いろいろあったんですけど、その中で残ったのは人妻っていう、そのワードだけでさ。ね。いや、俺ね、好きなんですよ。人妻とか。逆に、本当に知らん店にパッと入ってって、人妻専門店みたいな店に入って、くるみに出てきたら、俺はもうそこで絶対ね、もうめっちゃ燃えますね。お前今までどんな、いろんな男に抱かれたんだろうとか言って、めっちゃそういう話をしたいです。好きなんですよ。逆にもうね、女子高生とかね、もうそういうのじゃなくなる。もうこの年になると。もう30過ぎると、逆にもう若い子、いいやってなる。ね。そうそう。そう、人妻ばっかりなんですよ。みんなのチャットがあるから、こんだけ喋れてるだけであって、ね。実際問題、今ここみんなのコメントが流れてなかったら、みんなのコメントが全く流れてなかった時に、一人でライブしてた時に、僕、こういうコミックを読んでまして、これすごく面白いです。ナロー小説の、なんかこれ面白かったんですけど、これラストダンジョン、少年の序盤の街で暮らすような物語とか言って、すごい面白いですとかね。もうこんなんしか喋れないから、マジで。やっぱりキモいな。再確認すんな。指差し確認よし、室岡キモいよしじゃないんですよ。元からキモいから。66番に女の子が向かいます。センキュー、頼んでくれたの、ありがとう。やーやーれ、よ手前一丁とか言って、出前一丁の CM みたいな感じでね、鼻の穴ヒクヒクして、本当に呼んだら面白い。それは困るよ、逆に。ファンザ見放題なのに。いや俺ね、そのだからね、今何度も言うように、そのなんか作られた AV 好きじゃないんですよ。盗撮もんでしか抜けないっていう。盗撮もんじゃないとね、あんまりこう、チンチンが反応しないですね。盗撮もんとか。なんなら俺、排泄してるとこでもいいよ、全然。お泣きに何日目？いつからしてないかな？わかんない。なんかでも気がついた時にはチンチン握ってるから。まあありがたいですね。これなんだかんだね、みんなにね、かまってもらえるっていうのはやっぱ嬉しいことですよ。これ僕YouTube やってなかったら多分今こうやって
ドピピュピュピュ、さーて寝るかみたいな、もうこんな感じでしたよ。さて12時回りましたんで、そろそろ終わりますかね。皆さんも明日仕事でしょうし、うん、それではね、皆さん、長々とライブにお付き合いいただきありがとうございました。またお会いいたしましょう。バイニー。